皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、ゲームで怖かったシーンの一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。ちなみに俺はドラクエ4の夜になるとある街で塔の窓から顔を出す女が怖かった。初めて見た時は手が止まったもんね。ポートピアの地下室。シザーマン全部。ファミコン探偵2のラストに尽きる。あれ心臓に悪すぎや。それよく聞くけど聞いてたせいか別に驚かなかった。両方やったことあるけどスーパーファミコン版のラストの衝撃はディスク版に比べてはるかにパワーダウンしてるように感じる。ディスク版のラストはマジ怖かったよ。振り向いた犯人の顔がまたすげえ面で、えらい冷たい顔してんだよマジで。ドラクエの宿屋に泊まると画面が真っ赤になって人殺しのシーンが流れるところ。ガキの頃だったからなおさら。あれにはビビったね。子供だった当時の俺は一瞬思考が止まった。あとは FF のエアリスが刺されるシーンは知っていたとはいえ怖かったな。バロン城に誰もいなかった時、ロマサガ3にも殺人事件のシーンあったな。新婚夫婦の、ゼルダのスタルチュラハウスで踊ってる奴が異常に怖い。ロザリーの夢は残虐場面のある後期バージョンよりも初期のバージョンの方がなぜか怖い。プレステのダブルキャスト、皆殺しルートになった時のバッドエンドの一つに、犯人がシルエットで出てきた後、炎に照らされて一瞬だけ犯人の姿が浮かび上がるシーンがあって、一瞬だけ見える帰り地に汚れた彼女の顔はマジで怖かった。初代バイオハザードは全部怖かった。特に最初の犬。スイートホームも気味悪くて怖かったね。まあガキだったし。魔女たちの眠りで女の子が吸血鬼になる瞬間。魔女たちの眠りといえばおのと叫び声です。スーパーファミコンの方なのですが、それだけに技術と見合っていない妙なところの力の入れ具合が怖かった。ドラクエといえばやっぱり極めつけはアッテムトだろ。アッテムトは人気あるなぁ。サイレントヒルは何から何まで怖すぎ。イベントであの亡霊看護婦が血を流しながら抱きついてくるシーン。途切れ途切れの意味不明なビデオテープ。街が裏の世界に変わっていくシーン。唯一の頼れる仲間である警官がメリーゴーランドで、もう怖すぎて鬱になっちまうよ。エッジの両親がモンスター化した時、5のブオーン、夜中電気消してやってたから震えた。こうして見ると昔の方が強烈なシーンが多いな。最近はマイルドになってるってことか。街、ホラーを狙ったんであろうシナリオライターの話で、それ自体はあまり怖くなかったが、あるシーンでサブリミナル映像みたいに、わずか一瞬だけどアップになる人形のような顔は怖かった。学校であった怖い話は、怖いシーンというよりキモいシーンが多いんだよなぁ。みたらしぬ人形が話し相手の肩越しに見えたシーンや、みたらしぬ絵が見えてしまったシーンは怖かったかな。俺はプールのロッカーから変なもんが出てくるところが怖かった。スーファミ版の人形の話が怖かったよね。トワイライトシンドロームの確か後編で、学校の窓ガラスにベタッと張り付いてくる幽霊は腰抜かすほどビビった。バイオ2でどこか忘れたけど赤く光ってるボタンを押すと監視カメラの映像が映って、追跡者がそれを壊すってとこがあったよね。2周目に来た時、友達にボタン押さなければ出てこないと教えられて、押さないで行こうとしたら視点が変わった途端にいきなり殴られてかなりビビった。ドラクエ6でアモールで川が赤くなる時、洞窟の音楽がマッチしてて結構怖い。何度洗っても剣についた血が落ちないみたいなセリフがなかったっけ？違うイベントだっけ？あれ怖い。洞窟行ったら剣を洗っても血が落ちないとすすり泣くジーナも怖い。
バイオは音でやられる。その点サイレントヒルはじわりじわりと精神的に追い詰められていく。バイオ怖くないって言ってるやついるけどちょっと尊敬するよ。俺はバイオ3なんか怖くてクリアせず打った。バイオは自分が銃持ってるから無力感がいまいち、勝てるような気がしちゃうからな。子供心にはサンマの名探偵ですら怖かった。百物語はマジで怖かった。鏡に映してモニターを見るショーが特に。ファミコンのマニアックマンションが今までで一番怖かった。人里離れた異常殺人者の屋敷に大学生グループが迷い込むというストーリー。冷蔵庫を調べたら人肉の表示が怖かったし、住人に見つかったら地下室に閉じ込められるのも怖かった。意外と昔の表現力の乏しい時代のゲームが一番怖かったりする。大マニアックマンションを知る人が、あれいろいろな意味で怖かったよ。個人的にスナッチャーの死体シーンは勘弁してほしかった。後に出たプレステ版はモザイクがかかっていたという話だが。かまいたちの夜で宿のおじさんとおかみさんが部屋で惨殺されているのを発見するところ。実際に深夜に一人でやっていて怖かった。電気をつけて朝まで起きてたよ。懐かしい。何かの映画のセリフだけど、殺されるのは一瞬だ。本当に怖いのは殺される予感に怯えることだ、というのがあったけど、まさにあのゲームはその通りだと思う。クロックタワーでハサミ男が天井から降ってきて足で華麗にピアノを弾いた時、エコーザドルフィンで真っ暗な深海でいきなりクジラの群れに遭遇した時はマジ怖かった。キングスフィールドで自分が死ぬ時の悲鳴。あの悲鳴を聞くのが嫌で必死になってプレイした。月こもりに出てきたお化け自動販売機の話。ドラクエのみんな石になった街が怖かった。みんな宿屋で寝てる時に主人公だけ起きて石になった人全員に話しかける時、一人でも話してない人がいて、そのまま宿屋に入ると、外からうめき声が聞こえる。ってのが怖かった。ライブアライブのハルマゲドンエンド初めて見た時めちゃ怖かった。夢見館の物語。巨人とかの演出もそうだけどあの閉塞感。本当に帰れなくなるような気がしてくる。かまいたちのかまいたちの夜エンドは結構怖かった。初めてやったらマリに殺されるかマリを突き落とすだろ。犯人の名前入力をしつこく通るにしてみろ。かまいたちは当時ガキだった俺にはマジで怖かった。最初に見たエンディングがまさにヒロインを階段から突き落として死なせるやつ。シルエットの首がだらんとなるとこ見て凍りついた。あの時は夜一睡もできなかったな。かまいたちは多くの子供にトラウマを与えた。音が怖いんだよな。廊下を歩く音に吹雪の音。一人でになるチャイムの音と叫び声。BGM とかよくテレビ番組のホラーシーンでも使われてたな。黒の13は全然怖くなかったな。ハオトだっけかな。いじめられっ子の女の子がゴキブリ食わされて、っていう鉄頭鉄尾救えない話を延々と読まされるのとか嫌だったな。ストーリーのひどさなら他にもっとすごいのはいくらでもあるんだけど。コンシューマーのノベルゲームにそんな鬱な話持ってくる脚本の悪意というか。スーパーファミコン版ウィザードリー外伝の資料の塔が怖い。この回をうろついてると何の前触れもなく突然不気味な効果音と共に目の前を幽霊の一行が歩いていくシーンがある。その中の子供の幽霊が立ち止まってこっちをじーっと見てるのが最高に怖かった。資料の塔か、あれは怖かったね。あっくるなって思うと BGM 変わるまで目そらしてたわ。学校であった怖い話は体育館にあるベッドで寝る話で、出てくる人面芋虫の顔がキモい。ポートピアの平田の首吊りも淡々としていて怖い。
ハミタンは1と2ともに怖かったが、具体的なシーンは2の方がたくさん挙げられそうな感じがする。殺されるシーンもただのシルエットが動いてるだけだったが、ナイフでぐさぐさ刺されてるのがえらく生々しかった。でもやっぱり印象の強さはラストが圧倒的。事務所に垂れ込みの電話がかかってくるところから最後までの運びはビビりまくりだったな。コードベロニカの人形の館。人形がぶら下がっているところで首吊りしたいかと思って一瞬ギョッとした。初代エコーナイトが個人的にコワコワだった。暗いところに行くと子供の幽霊が浮かび上がってくるのでざわざわしたよ。部屋の電灯スイッチ見つけても電気がつかなかった時とか。クーロンズゲートで振り向いたら双子屋の主人がこちらを凝視していた時。キングスフィールド2でゲーム開始直後に主人公が絶叫しながら海に転落するシーン。ダブルキャストって昔雑誌で、仲間たちと映画制作しつつヒロインやその他の女の子たちと仲良くなったりならなかったりする、のんきでお気楽でハッピーな恋愛アドベンチャーみたいに宣伝されてたと思うんだけど、そんな怖いゲームなのか。結構怖いよ。俺はお気楽ギャルゲーみたいな宣伝に騙されて買ってかなり後悔した覚えがある。確かスタッフが、ネタバレになるけどあるルートではヒロインの子に絶対惚れるな、とか言っていた気がする。実際最初に見たエンディングがあの雷で一瞬見えるやつだったから最強に怖かった。ロマサガ2終盤のアリの新薬。住民とかに話しかけるとアリになるやつだな。ムーンライトシンドロームは説明書のコメントに、このゲームは8ヶ月で作りました。このゲームは2ヶ月前に自主規制を行いました。みたいなやけっぱちのコメントがあったな。なんかホラー系のものって必ずって言っていいほど夢に出てくるんですよねー。シザーマンに追いかけられる夢。かまいたちの夜やった時はヒロインに刺し殺される夢。俺もバイオのゾンビに追っかけられた夢見たよ。サウンドノベル音切りそう。兄がやってんの見てただけだけどあれは完全にトラウマです。ゲーム冒頭の主人公が話す音切りそうにまつわる昔話を思い出してへこむ。音切りそうは怖い場面以外は案外ギャグ満載。赤川次郎が監修したゲームで、題名は忘れてしまったけど怖いのがあったな。絵に描いてある女の人が血の涙を流すやつね。第1話しかプレイしてないけど結構怖かった。野草曲かな。僕の夏休みで階段を上がるシーンがなんかすげー怖かった。夕闇通り探検隊やらないとホラーゲーは語れないだろ。夕闇は間違いなく傑作。クロックタワーでドレス着たマネキンがずらっと並んでる部屋があって、その中の一つがカタカタ動いてるやつ、理由がわからなくてかなり怖かった。結局なんだったんだあれは。かまいたちの夜の宝探し編で、主人公たちが宝探しを諦めて、小林さんが1階から2階を見上げたまま、シュート出てくるシーンの後に残るあのシルエットと何とも言えない音楽の組み合わせ。やっぱかまいたちは怖いわ。終わり。